エスピリトサント島は、バヌアツの島であり、ニューヘブリディーズ諸島最大の島でもある。島の名前はスペイン語の精霊から来ている。島の位置は、統計166.85度、波15.39度、面積は約3956平方キロメートル。火山活動によって形成された島であり、島の最高所は、タブーエマサナ山の標高1879メートルである。 島の最大の町は南東岸にあるルーガンビル。ジャッキーズブルーホールなど6つのブルーホールが知られている。西洋人の来訪は1606年にペドロ・フェルナンデス・デ・キロスらの探検隊が最初。現在の島の名前はその際がキロスが名付けた名前に由来する。第二次世界大戦中はガダルカナル島から8 0 0トルほどの位置にあったため、 アメリカ軍の拠点となった。最重要な広報拠点の一つとなり、紹戒基地であるほか、兵力集結、整備、休養などの活動が行われ、ウきキドックが持ち込まれたほか、滑走路も整備された。当時は10万人規模の部隊を受け入れることが可能な設備を持ち、実際に1942年5月の基地建設から1945年9月の撤退までの間に、 延べ50万人もの兵士が当地を訪れた。戦後、米軍の撤退時には、不要になった装備が大量に島の東側の海岸に捨てられ、現地住民はそのゴミの投棄場所をミリオンダラポイントと呼んだ。1980年のバルアツ独立直前から、エスピリトサント島では分離独立運動が強くなり、エスピリトサント島を含む三島で独立宣言がなされた。 これは、イギリスとフランスの共同統治領であった、ニューヘブリデス諸島において、イギリス系を中心とした独立運動に対し、エスピリトサント島では、フランス系住民の影響が強かったためである。イギリスとフランスは、分離独立運動を鎮圧しなかったが、バヌアツの独立後、パプアニューギニアの支援により、バヌアツ政府によって、分離独立運動は鎮圧された。観光客の来島は多く、 ダイビングなどが行われている。西洋化が進むにつれて、土着の宗教は薄れてきており、キリスト教が普及してきている。このほかマラリアと結核、HIV の蔓延が問題となっている。東内最大の都市、ルーガンビルの東側約5キロメートルのところに、サントペコア国際空港があり、バヌアツ航空による航空便が運航されている。 国内線のほか、国際線として、ブリスベン空港への直行便がある。過去には、シドニーとの直行便が運行されていたこともある。ありがとうございます。